さぬき高松祭り総踊り一元放送連スタート。8月14日、今年も高松の夜を彩る総踊りがスタートいたしました。現在の気温が 30.1 度、この時間になっても30度を超えているんですよね。でもこの暑さに負けないくらいの熱い総踊りをどうぞ皆さん一緒になって楽しみましょう。今年は一元放送連が36連、自由連が13連、合計49連の参加となっており、総勢3700名を超える踊り子の皆さんが参加してくれています。さあ、先ほど出発宣言をしてくれました明日さぬき連の皆さんがこの五番町交差点に入ってきました。10年前、みんなで楽しく高松祭りで踊りたいね、こんな気持ちで始まった明日さぬき連、今年で10回目の出場となりました。幼児の皆さんから少し年を重ねた大人の方まで幅広い年齢層で構成されています。さて皆さん、五番町交差点のちょうど中央にオリーブガイナーズの選手2名の方がいらっしゃるのをお分かりになりますか。こちらの手に握っているのが先ほどご紹介した個人賞の手ぬぐいになっています。さあ、この連では誰に個人賞が与えられるんでしょうか。しっかり皆さんでパフォーマンスを見せてください。そのガイナーズの皆さんの前を通過しているのが畑原町東部商店街愛妻連ラブ祭り組の皆さんです。今入ってきたのは夢づくり連の皆さんによります挨拶レンジャーの皆さんになります。そごう夢づくり連の皆さんの、ね、オリジナルキャラクターになります。挨拶レッド、挨拶ブルー、挨拶グリーン、挨拶イエロー、挨拶ピン、そしてショッカーの皆さん。さぬきの伝統的な成長いちご舞踏の振り付けで見せる踊りをテーマに頑張ってくれています。和田モットは和と五段を組み合わせた言葉です。365日着物で生活、ふらぎが着物って素敵ですよね。この和田モットの皆さん、子育てママへの浴衣講座ですとか浴衣でビアガーデンをしたり、打ち水大作戦に浴衣で参加するなど積極的に活動を続けています。さて、西側連をご覧ください。大きなタヌキの旗が入ってきました。日本民謡民舞闘技会タヌキ林保存会連の皆さんです。この連といえばタヌキのハッピミ、タヌキの踊り、ね、タヌキのまとい、すべてがタヌキ尽くしです。さて、西側連に入ってきたのは高松市役所連の皆さんです。今年で51回目の出場となるこの高松市役所連、今年も若手職員からベテランの職員まで総勢100名の踊り子が高松祭りを盛り上げるべく力いっぱい演舞してくれています。さて、今年も大西市長いらっしゃいますね。前から2列目です。皆さんご注目いただきたいと思います。この連の特徴、なんといっても統一感なんですね。基本の踊りに忠実に全員の動きが揃っていて、近くで見ても、そして上から見ていても本当に美しいんです。
としめなる地平を力の限り舞い踊って見せなければ、ご清聴をよろしくお願い申し上げます。ほっほっ、ままにならぬが浮世の定め、奇人変人難のその奇想天外天元自在、足の向くまま気の向くままぶらりぶらりと参りましょうか。さあ東側レーンに入ってきたのはいいリズムを刻んでますね。百獣子銀行サリュレンの皆さんになります。おー、回りました、回りました。拍手、皆さん盛り上げてください。沿道の皆さん、今年もバココが待っております。第1回から連続52回の参加を誇ります。百獣子銀行サリュレンの皆さん、優秀賞に輝きました。さあ、日赤なんですけれども、昨年の秋からコンシェルジュサービスというのをしているのを皆さんご存知ですか。平日の朝8時から夕方4時までご案内とか困りごとの相談、また車を待つ間患者さんの見守りをしてくれるコンシェルジュさんが入り口付近でね、待機して皆さんにサービスをしてくれています。日赤、皆さんに心よく利用してもらえるように、そんなサービス日々新しいことに取り組んでくれています。高松信金のキャッチコピー、皆さんご存知ですか。街に笑顔を。そのコピー通り、踊り子の皆さん元気あふれる踊りで街に笑顔を届けてくれています。高松信金で今回で連続52回の参加となります。西側レーンを通過しています。いつのも一苦労だったと思います。さあ、各連の皆さん、個人賞に輝いた皆さん、本当におめでとうございました。さて、この高松祭り、今年もたくさんのボランティアの皆さんのお力添えによって構成されています。モノスト隊、高松祭りをものすごく盛り上げて PR するボランティアスタッフです。県内外のイベントで高松祭りをアピールしたり、テレビやラジオに出演するなど、あらゆるところで活躍してくれました。またこのモノスト隊以外にも、県内の企業、高松青年会議所、総踊り参加連、香川オリーブダイナーズなど110名近くのボランティアの皆さんによって総踊りは支えられています。佐々木小次郎、光健二、静田小次郎。